どうもお待たせいたしました記者会見始めさせていただきます本日は今回の震災関連の記者会見の一環ということで原発事故でいれる福島のご出身であります吉野正義衆議院議員をお迎えしての記者会見でございます私進行役を務めます企画委員渡でございますよろしくお願いいたします冒頭30分ほど吉野議員からお話いただきまして後ほど会場とのやり取りと いうことで進めさせていただきますよろしくお願いいたします、はい、え今日はお招きをいただきましてありがとうございます、えー、原発まさにそのものを選挙区といたしております双、えー、葉郡そしていわき市、えー、ここから選出をされております衆議院議員の吉野正義でございます今日はよろしくお願いしたいと思います 私のところは地震の災害そして津波の災害も受けております他の地域は津波地震の災害に対して後片付けをしたりそして復興に向けて着々と進んでおりますでも私のところは八華町村昨日も首長さん方ここで 記者会見をされたと思いますけど、全員、ほんとんど全員、7万2 0 0 0名を超える方々が避難をしております。それも遠くは埼玉県、そして福島県の中でも、まだ雪が本当に残っている、2メートルもあるような会津地方、このところへ避難をしているところです。 私も全部の避難所を回ってまいりました。一番大きな声は、ふるさとに戻りたい。いつ戻れるのか。こういう声であります。これは原子力発電所の安定化。これが図られなければ、戻ることはできません。ですから、 私も災害特別委員会、農林委員会、昨日は衆議院の総務委員会、また明日は衆議院の第2回目の災害特別委員会でも質問をさせていただきますけど、今このレベルをやってるんだよ、最終目標は冷温停止にし、そして冷温停止になったら燃料棒を取り出して、最後は封印していく。 こういうスケジュール、これはパターン1だと思います。霊温停止、今やっている方向だと思います。もう一つのパターンは、チェルノブイリのように最初からもう閉じ込めてしまう。このパターンはまだやっておりません。今やっているのは、霊温停止を目指して、そのために今これをやっている、次はこれをやる。そういう段階、段階を分かりやすく、 避難している方々に時間は少々かかるかもしれません。時間の目安を示す必要はないと思います。でも、今この段階まで進んだんだよ、こういうメッセージを出してほしいんです。なぜそれが出せないのか、早急にそのメッセージを出してくれること、これを求めていきたいと思っています。そうするると戻れるための 一つの目安、見通し、これが避難をしている方々にとって安心感といいますか、そこに対する心配、これを解消することになろうかと思います。もう一つに意見の多かったのは、特に20キロ圏内なんです。気の気のまま、スリッパ一つでお金も、 100円から200円しか持ってこなかった。こういう方々が約1か月今、経とうとしています。一度でいいから家に戻って大事なもの、また自分の家がどうなっているのか、ここを確認したい。こういう要望がございます。一時帰宅です。線量を見ますと、15日の水素爆発。 のところでピンと上がっていますそこから徐々に徐々に徐々に今線量は少なくなっておりますまさに今この線量の少ないこの時期に自衛隊の方々にお願いをしてそして胸に線量計をつけて1時間でも30分でも大事なもの小さな単位で結構ですから 時間がかかろうかと思いますけど、この一時帰宅もぜひ実現をしていきたい、地元の要望でございます。今、20キロ、30キロ、同心円で汚染といいますか、放射性物質の拡散が述べられ、 20キロ以内30キロ以内という形で線引きをされておりますでも実際の放射線を出す能力を持った物質いわゆる放射能といいますけれどもこの拡散は同心円ではないこのこともぜひご理解をしていただきたいんです風向き 風力地形これによって本当に毎日のように違ってきます。なぜこのデータをきちんと私たちに示さないのか読売新聞の夕刊に IAEA、e、に3月11日の夕刻から1日2回測った 放射性物質の拡散についてのデータを気象庁は報告をしておりましたびっくりしましたそしてドイツの天気予報ノルウェーの天気予報の中で毎日発表されている私たち日本ではなぜ発表されないのか確かにメッシュは4 0 0キロでございますから 私たちの地元にとっては、あまり参考にはならないかもしれません。それに代わるものとして、原子力安全委員会で開発をした、緊急時、迅速放射能影響予測ネットワークシステムというのがあるんです。s p ーデ d ーと言います。緊急時です。迅速にです。予測するんです。 なぜこのシステムがたった1回3月の23日のたった1回の公表だけで終わってるのかこれは放射線の積算なんです10日間の積算をしそしてどれだけの範囲で、えー、要ウ素131の影響で甲状腺に 影響を与えるかというそういうううそシステムですでも放射性物質の広がり具合を示す上ではこれが一番広がり具合を示すそしてメッシュの幅も小さいわけでありますからなぜこのスピーディーを1日書回でもいいからなぜ発表できないのかこれは明日災害特対策特別委員会で 消費者にきちんと正していきたい安全委員会にきちんと正していきたいと思っておりますあとはお金です気のみ気のままで避難されていた原子力地域の皆様方に対してまだ政府は1円の支援金生活資金当座のお金渡しておりません何のために 電源特価があるんでしょうか何のために電源立地交付金があるんでしょうか、こういうときのためにこそ使うお金だと思います。お金はあるんですにもかかわらず、まだ1円も支給されてません。昨日の夕刊では、東京電力に仮払いをせよっていう記事を読ませていただきました。 私も原子力を大いに推進する立場でずっとやってまいりました自民党の原子力等調査会会長代理兼事務局長をさせていただいておりますこの立場でありますから本当に今度の福島第一原子力発電所につきましては苦渋の 思いをいをたしておりますだからこそ、この電源立地交付金を活用して、大臣の一言で、避難している方々に、当座の金、200円しかないんです、コインランドリー行っていきました、700円かかるんです、洗うのに。 乾燥するのに300円です。1回洗濯するのに1000円かかるんです。あるお母さんは11人連れてきたから私は5000円かかります。こういうお話も受けたまっております。なぜ国が全面に立ってできないのか。原子力一生懸命推進してきたものとして原子力政策は 国の政策国策国国です国が全面に立って、原子力に関するものは、国が前面に立って、全部行っていく、口ではこう言ってまいりました。でも、現実には、全部事業者任せ、地方任せです。私はずっとこのことを主張し続けてまいりました。 また、ホワインの分離独立、これも私だけです、私と梶山宏議員、この2人だけがずっとホワインの分離独立も言い続けてきたんですけど、それが果たせないままに、今日に至っております。ここ,こ,こにおいても、前と同じような、口だけで国が全面に出るというのは口だけで、 現実には事業者任せ、地方任せなんです、仮払い金の支払いにしても。東京電力は今、福島第一原発の収束に向けて、全社を挙げて、全力を投球して、収束に向かわねばならない一民間企業です。そのの、民間企業に、ここの 住民の居場所を探して、そして仮払いをせよ、当然、賠償責任は責めを負うのは当然です、でも今、東京電力、そして地方の町役場にそれをやらせるというのは、一体何なんでしょうか、まさに国の責任を転嫁している、私はこのように言わざるを得ません。 国は何もしないで、ただ言うだけで、何にもしないということと同じことではないのかな。まあこんなことも明日、災害特別委員会で質問をさせていただきたいと思います。津波の片付けもできなくて、遺体の収容もできなくて、今、避難しています。そして、 この原発の収束は長期的になる、こういう見通しが述べられておりますので、やはり生活していかなければなりません。埼玉県で新しい職を探す、埼玉県で新しい事業を起こす、また双葉郡の方々がいわきで新しい事業を起こす、こういうことに対する支援も一般的な セーフティーネット資金だけであります原子力地域だけに限ったそういう支援策はまだございませんこれから特別立法の中でこの原子力地域に限った中での特別支援こういうものも果たしていかなければならないこのように考えているところですまああちこちの話をしてしまいましたけど とりあえず私の報告とさせていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの会場との質問の前に二点ばかり私の方からお伺いしたいと思うんですが、あの与党時代と違ってなかなかその効果的に政府に働きかけをしたりということが難しいお立場かと思いますが、これから。 与野党を含めた地元の連携ですね、議員同士の連携を含めて、どう活動をされていかれるのか、それと一貫して原発推進というお立場を取られてきたわけですけれども、そのお立場からのです、ね、逆に反省点みたいなものがおありになるのかどうか、その2点をお伺いしたいと思います、はい、あの与野党との連携ということなんですけど、当初、与党の先生方から、地元、福島県の与党、野党の国会議員は、 あ一つにまとまって行動しようということで、私も自民党の福島県連の会長をしておりますので、快く受けさせていただきました、でも現実には、あ与党は与党、野党は野党という形で、えー、今、行動をしております、昨日も双葉郡内の首長さん、そして議長さん、お見えになりました。一緒の 首長さんから意見を聞くにも、一回で与野党合同でやれば済むわけですけれども、その会議も与党の会議、また野党の会議という形で分かれてしまいました、本当に与野党、連携して物事に当たっていかねばならないということは、本当によく分かるんですけど、そこの連携がまだうまくいってないということを、皆様方にご報告したいと思います。 また次に私は原子力発電所を本当に自民党の中でも推進をしてきた者の,の一人でございます。で今回、こういう大災害に遭いまして、じくじたる思いをしております。ただ、第二原発は生き残りました。女川原発も生き残りました。あここで、 感情論に押されて原発反対ともう頭の中では私はもう体も原発反対という形で、えー、言いたいんですけどおやはりきちんとした検証これが必要だなと思いますなぜ第二は残ったのかなぜ同じ津波を受けた女川は残ったのか第一だけはなぜ暴走してしまったのか。 ここの科学的検証をなくして、原子力政策をこれから大きく論じることは、今は危機創傷なのかな、こんな思いでおりますありがとうございました。それでは会場とのやり取りということで、私のほうで指名をさせていただきますので、ご所属とお名前を明らかにしていただいた上で、ご質問いただきたいと思います。どうぞ、 個人会員の原田と申しますと、えっとあのまあ今あの尾川は残った福島第二は残ったとおっしゃいました。確かにそうで、これからまあ検証が必要でしょうが、現時点でその科学検証とかいうよりもすでにですね、まあかなり報道されておりますが、尾川は福島第一第二よりも高い津波が来ております。それはもこの間データが出ておりますね、十数メートルの。しかし尾川は 福島第一よりもさらに数メートル高いところに設けてですねその津波を免れているわけですねそれから福島第二はですねもちろんご存じのことを私言っているわけですけれども福島第二はあの例の,その非常電源の位置がですねやはりプロテクトされておりまして中の方にあったと第一の方はあはこっちのタービンの建屋の方にあったとそれはまあ設計が古いというふうにも言われておりますね でしかしそのあの議員はその原発の推進委員会にいてですねあのやはりこうあの、まあ、日本の欠点といいますか自分らのこの範疇を超えたこでかいものに対してどうもやはりこの,この国にいて安全な国にいたらですねなかなかこうそれに及ばないところはあるんですがしかしやはりあの千何百年前に 大きな,なんか上岸津波が来てですねその時はかなり高いところに来たらしいですまあ今回ほそうじゃないらしいですがではなぜですね原発立地をそういうものにしなかったのか福島第一もですねあの危なかったのまあとにかく国のなかなかその許可が出ないとは言いますがすればよかったと思いますがそれは私も素人ですけどまあ議員はどうか私はあの経歴はご存じありませんが素人なりにそういうことが事実であればですね 東南海、段階でも十数メートルの,あの波が来て、浜岡原発もやられると言ってるわけですから、なぜそれを事前にあの議員連盟で,です、ね、あのそういういや危ないから帰ろうというそういう発想はなかったのか、推進,推進をするならやっぱりプロテクトをどうするかと、それが欠けてたんじゃないでしょうか、いかがですかまさにその通りだと思います。えー、事故以来ですね 例えば避難道路、原発は絶対事故は起こさないんだ、だから避難道路はいらないんだっていう、そういうものの考え方でずっときました、でも JCO 事故以来、原発は事故が起きるんだ、起きた場合にどうするんだという形で原子力災害対策特別措置法ができたわけです、どんなに大丈夫だと言っても、必ず事故は起きるんだ。 その場合どうするんだという形で対策を練ってきたわけでありますけど1000年前の上岸地震までは私たちも想定をしていなかった確かにおっしゃる通りですですから日本の原子力かなりこれから冷え込んでいくと思います今世界は原子力ルネッサンスという形でチェルノブイリ以来ぐっと冷え込んでいた 原子力特に温暖化対策での原子力の役割大きなものがございますそういう中でせっかく原子力レッサンスを迎えたわけですけど今度の福島日本の原子力災害で世界の原子力に対する見方がかなり私は引え込んでいく本当に1000年2000年の歴史を踏まえた中での防災対策をきちんと していかなければ立地はなかなか難しいこのような今考えておりますおっしゃる通りですどうぞ長谷も個人会員の中村ですが、えー、福島第二の運転再開するとしてそれまでにどういう手続きが必要か 地元の同意が得られるかどうかについてお伺いします、はい、福島第二の理事長である富岡町長さんははっきり言っておりますやはり地元の理解がなければ第2の運転再開はないと思います確かに東京の方で電力不足していますでもこれは私たち福島県の地元の理解があって初めて運転できるものでありますので 私は当分、当分、厳しい、相当厳しい、運転再開にあたっては相当厳しい、このような見方をしております。福島県知事も同じ考えだと思います個人会員の田村彩子と申します。原子力の話ででなくてもいいですか えー、あの阪神・淡路の時は兵庫県の知事が自衛隊なんかってこんなあの、えー、自衛隊の助けなんか借りたくなかった辻元さんは地元で自衛隊の助けなんかあの受けるなって言ってビラ配ったりそんな風だったんだけどあの今度の民主党政権はいち早く自衛隊頼んでそれでよくやったと思うんだけど。 ですが、えー、自衛隊に対するあの、えー、国民の,あの認識は変わってきたかそれであの世界一ぐらい防衛費少なくてさらに陸上自衛隊の定員増え減らそうみたいにやってるそんなあのことでいいのか一方で災害以外に国の守りっていうこともありますしそれからあの米軍もよくやった米軍に対する、えー、国民の感じあの はこの震災後変わったかどうか、どんなふうに感じていらっしゃいますか、はい、これは地元のある議長さんのお話ですけど、国の対応は全くなってない、怒り心頭でおっしゃいました、その中で、唯一、自衛隊は素晴らしかった、こういうお話も伺っております。そういううい中でで今お引っ越しつもななたような形で やはり自衛隊は命を懸けて2 0キロ圏内きちんと入ってますそしてそれなりの訓練も受けている部隊です今福島県いわき市私たちのところはまだ避難しておりません自衛隊の方々が津波で行方不明になっている方々を本当に捜索していますもう1ヶ月近く経ってまののでななかかか今見つかりませんけど数多くの ご遺体は自衛隊の方々が見つけていただきました本当にそれも全国から集まってますこの間聞いたら広島県から私は来ている鳥取県から来ている全国から自衛隊の方々また多くの方々がいわき市に入って救援活動をご支援をいただいておりますので本当に感謝を申し上げたいと思います米軍については まだあ私の会った方々の中では評価の声は聞かれませんけど米軍のこの力がなかったら今度の原子力、この収束に向けても日本だけではできない相談真水を積んだバージセン2隻そして、えー、放射能の専門家集団 も米軍が来て手伝っていただいておりますので、それに対するこの収束をし、その大いに反省を、検証をした中で、米軍の果たした役割というのは、これからますます大きく評価されていくものではないのかな、こんな思いをしたしているところです。以上ですどうぞ 山口新聞の浅川と申しますがあの先ほどお話の中でですねあの県内マターだと与野党の協調連携がうまくいってないというお話でしたけど、まあ、今、中央政界の中で一部でその旧国内閣大連立というような模索もあるわけですけど、まあ、今、当選4回の中堅議員のお立場としてそういうものが今、そういう被災地の議員として 役に立ちそうなのかまたもし役に立つとすればどういう形の大連立だとかならば本当に役に立つのかその辺のお考えをお聞かせいただきの昨日かな今朝かな世耕先生がテレビでなぜ大連立ができないのかというお話をしてましたけど現場の議員としては私はすべきだと思います。 私たちが受けた要望、これを最終的には、まあ、これからも行くんですけども、経産大臣に要望書を手渡すだけです。現実には与野党実務者会議という形で、えー、いろいろな施策はあ協議をしているわけですけど、お実務者会議の中だけで、えー、私たちの要望、地元の要望、全部こなせるわけはないんです。 限られたメンバーでやってますので、まあ、大きなところは実務者会議で与野党合意の上でやっているでしょうけど本当に現場の人間としてはいろんな要望明日にでもやりたいんです例えば生活支援金明日にでも出す気なら出せるんです田んぼの作付けあの一番被災者にとって私も経験したんですけど大事なのは日常生活に戻ることなんです。 普段の生活に戻ること農家なら農業、田んぼを作付けして田植えして草取り合って最終的に稲刈り合ってこの生活に戻ることが一番心の不安を取り除くことになるんです。これが作付けしていいよ悪いよって言ってくれないんです。お金の問題だと思います。どうせ無駄にななならやんない,方がいいいが じゃあ、農家の方々に1年間遊んでろ、保証するからいいんじゃないのか、こういう、まあ、お金的にはそうかもしれませんけど、無駄なことはする必要はないと思いますけど、でも違うんです、心が安心するんです、日常生活。だから、お米を作って、もし売れなかったら、その分、買えばいいんです、政府が。なぜ、心配するな、売れなかったら買ってやるよ、なぜ言えないのか。 作付けをちょっと待ってください、土壌検査が終わるまで待ってください、今その段階です、多分今日の夕方、夜、土壌検査の結果が出る,出ると思いますけど、今やらねばならない春の農作業があるんです、はたぼくもそうです、今ないからポットに、ポット内に移す作業、今なんです、これもまだ結論出てません、先延ばし、先延ばし、全部先延ばしなんです。私はは金ではなくて 日常生活をに戻してください、これが心の安定を得る最大の税に金ではなくて、ですから、その先の保障がきちんとすれば、日常生活、農家は農家の方々、我々事業者は事業を継続できる、このことが一番大事だと思います。 放射線量は低いんです。文科省の毎日出ているリアルタイムの線量を見てください。低いんです。にもかかわらず、いわきナンバーのトラックは、私の店には入らないでください。運送業界まで来ています。ある縫製工場は、いわきで作った洋服は放射能があるから、 引き取れないもうそこ一社ですから、その縫製工場、店をた,たんで、従業員全員解雇です。自動車リサイクル業、津波で何万台もの車がもうスクラップです、ポンコツです、自動車解体業、リサイクル業の方々の力がなければ、この車の処理はできません。 いわきの自動車解体業の皆様方は、スクラップ、金属くずを作っても、染料検査をしなければ引き取らない、こう言われました、だから、私にガイガーカウンターめっか,かったら、俺がで買うからめっくでくれ、なんぼ探しても今ありません。 これが今の実態です。農産物は当然、水産物も当然、そのほかに福島県でせっかく工事を動かし、日常生活をきちんとしているその方々に対して、今、第4の被害、地震、津波、原発、プラス風評被害、第4の大きな大きな災害に見舞われている。このこのともぜひ、 ご理解をいいいたただきたいと思いますどうぞじゃあ次が出ますまでの間、あの私の方からあの、いくつか冒頭でお触れいただいたと思うんですが、もし自民党が今、政権についていたらば、とてもこんなことはしていないのに、<laughs> させていないのにという、今の政府の対応のまずさで目につくところというのは、どんなところそれは 災害担当大臣を置かないことです阪神・淡路の時は小里さんという素晴らしいリーダーシップを持った方を災害担当大臣に任命をして一番は役人が動くか動かないのはお金です予算ですお金は心配すんなこう言って役人の英知を集めて復興計画復興に 全力を尽くしたここなんです今は例えばですね災害対策特別委員会先週やりました東担当副大臣が報告を読んだんです報告書地震津波の災害だけで原子力災害について下の字も乗っかってなかったんです災害対策 特別委員会ですよそして私はプッツンして、なんなんだ、なんで原子力災害、一言も言わないんだ、言ったら、私の所管ではありません、こう言ったんです、ふざけるんじゃない、もうプッツンしてずっと質問を続けたんですけど、このように自分のテリトリーだけ、こんなんでは 今度のこれ未曾有のこの大災害の復興、できません、みんな、役所役所のセクショナリズムだけで、今度のやつはできません、きちんと災害担当大臣を置いて、そこに権力を集中して、予算も集中して、全権委任して、金のことは心配すんな、思った通りやれ、地方にも、霞が関の役人にも大号令を。 かけるべきだと思いますあの今のお話との関連で申し上げますとね、私、感じますのは、まず一つ、官僚を使いこなせていないということ、それからいろんな会議体をたくさん作ってしまって、組織を複雑に過ぎてしまっていて、リーダーシップが見えないというあたりが気になるところなんですが、いかがですか全くその通りです。もうう口だけけは言うんですけど実性がない今度の質問をって 本当に思いました私は18時半から質問したんです。前の日来て、質問書いて、質問通告、朝の10時には出してるんです。ですから、十分私の質問の内容を検討して答弁できるわけなんですけど、いざ質問すると、全く答弁になってない。例えば30キロの外でも 放射線量の高い地域があるんです、ここどうするんだっていう質問をしたんですけど、20キロ、30キロの話しかしないんです、全くおっしゃる通りに、官僚組織がズタズタになっているな、こんな感じをしますそれとあの、これから復旧、復興ということが問題になってくると思うんですが。 単純に元へ戻す復旧というようなことではなくて、ですね政治家のお立場で何をどう戻すというだけではなくて、復興をさせていけばいいのかといったあたりの構想をお持ちですかはい実はあのここに来る前に、自民党の宮沢陽一参議院議員が座長になって、えー、復興基本法という法律案をこれ、議員立法で作ろうということで、骨子を見させていただきました。 まさに今の姿を元に戻すんだというそういう発想ではなくて未来に向けた大きな観点から我が関東、東北地方をの町の再生を図っていくんだという大きな大きな視点に立った基本方針という形で概要に出てたこと私もそう思います。今現在の姿を戻すんだっていう ことではなくて、それ以上に未来に向けたまちづくり、地域づくり、どうあるべきかという、そういう視点から、特にエネルギーもそうです、エネルギー政策を加味した中でのまちづくり、地域づくりを復興基本法の中に盛り込んでいきたいと思っております。いかかがでしょうかどうどぞ 新聞の松下でございますあの先ほど地元での与野党の連携が必ずしもうまくいっていないという話でしたがその障害になっているのは何なんでしょうかその地元で声をかけ合って与野党一緒に会議やろうねと言えば済む話なんじゃないのかなという気もするんですがそ,のそこはなかなかうまくいかない理由はどちら側にどういう問題があるのか。 あるいはだから大連立、旧国内閣といっても、地元で連携できないのなら、なぜその距離の離れた中央でうまく連携がいくのかというのも、今一つよくわからないので、障害になっているところを教えていただければと思います実は私の選挙区は、吉田泉衆議院議員という方が、民主党から選ばれています、この方は今、財務政務官、大臣政務官をなさっておりまして、特に、 原子力災害の現地本部長ということで、福島に常駐をしております、そんな関係で、福島5区、双葉郡と岩木へは、あまり彼はあの私のような形で頻繁に出入りできない状態になっておりますので、そんなところも一つ連携があまりいってないのかなと思います。時々はは電話でで私実は同級生なもんですからあの ライバルなんですけど、仲のいい同級生なもんですから、電話ではいろいろ連絡は取り合っておりますけど、そんなところもあるのかなと思ってますいす。どうぞ 朝日新聞の桜井と言います今回、ですねあの福島の場合はですねあの津波地震プラスの原発というですね大変なもう世界を巻き込む事故が起きているんですけれども、まあ、こうした中ですねやっぱり原発の収束というのはやっぱ専門家や科学者世界のエイチに期待するしかなくてですね まあ、我々はまあ決してでいけるかどうかというくらいしかあのあのあのできないと思うんですけどもそういった中でもですねやっぱり、えー、復興ということもですね青写真もやっぱりある程度示していかないとですね、えー、現場には不安感が募るばかりだと思うんですけどもその辺の復興の青写真の時期です、ね、示す時期とかまだこの時期はやっぱりその不謹慎なのかですねそれとももう青写真に向けて動き出してもいいのか。ですその辺の辺 現場の感覚というか、ですね現地のお考えなんかを教えていただければと思います、はい、あの双葉郡、白河町村はこれ全部うもう地元、ふるさとを離れて、えー、避難をしておりますので、えー、皆さんの思いは全部、俺は帰るぞ、帰ってまた自分たちの町を再生するんだ、復興するんだという情熱に燃えています、いつ帰れんだというのが私に対する質問なんです。でもこれは 原発の収束がなければ入ればません。そのためにも、先ほど冒頭申し上げましたように、今このレベルをやってるんだよ、原発収束させるために、次はこのレベルに階段上がりました、その次はこのレベルに階段上がりましたという、その道筋をまだ政府は示していません。これは第一パターンの最終目標、冷温停停止止です。まあ、冷温停止をしたから、 それででいいわけではありません次は燃料棒を取って、次は封印という大きな仕事もありますけど、とりあえずは冷温停止を目指すために今、何をやっているのか、こういう今、取り組みをしている、この段階を示してくださいと言っています、もう1つは全くチェルノブイリ型のように、最初から冷温停止ではなくて、もう封じ込めちゃうんだという、このパターンもあろうかと思いますけど。 今はこの封じ込めという作戦は全然政府も取っていないこのように思いますので今やっているパターンでの段階を必ず示せというふうに言っています復興計画はその後です今誰も議論はしてませんただですねそうは言っても長引くということで、えー、広野町楢葉町の方々は いわき市に近いものですから生活の環境がいわきと学校も仕事場も関連が深いということで広野町は完全に役場機能もいわきに移しますで広野市民町民全員いわきで暮らしてそして原発が止まればまずは広野町に帰って 復活させる、復興させるという、そのためにもいわきで事業を営む、そういう支援、これが一般的な支援策ではなくて、原子力地域から避難してきた企業、そして従業員も使って、雇用も増えて、増やした中でのいわきでの事業再開、これを私は何とか支援をしていきたい。 このように考えているところなんで、あの一般的なセーフティーネットのプラスアルファをきちんと求めていきたいなというふうに思っていますどうぞ。中国新聞の山本といいます、2点お尋ねをさせてください、1点目は現地選出、まあ、地元選出の議員というお立場での質問なんですが。 これまでの長い歴史の中で,です、ね、先ほど出た交付金などを使って立地というのがある程度非常にお金を使い、まあ、あの地元を説得し進めてられてきましたその立地政策について今の時点であのお,かんお感じになることこれからどうしていったらいいという意味でお感じになること。 お聞かせくださいというのは昨日、この場の記者会見でも皆さん、首長さんもじくじたる思いというところと今まで原発と共存してきたんだけどもこれからどうしたらいいんだろうという複雑な思いもあのたくさんお聞きしましたそういうのも含めてその今後の立地の政策の在り方ですね今まで,で今までのやり方は良かったのかその1箇所に10基できるところまで、まあ、いわゆる一点集中で負担を強いてきた。 ここれは良かかったのとというところですねで2点目は、えー、原発を推進するお立場の議員さんに対する質問としてお願いします、えっと、先ほど JCO の話がありましたが JCO の事故の後に、えー、いわゆる規制が強化されたのは燃料施設であってあの,あの時には原子炉、いわゆる原発は安全なんだとその JCO とは違うという風潮で規制は強化されたようには具体的にはですね なななかなか思思えいい部分もあったように思いますで先ほど、保安委の分離というお話もありましたけれども、具体的に今からその原発の安全を確保していくために、具体的に何をすればいいのか、例えば原子力安全委員会を拡充するとか、ですね具体的に何をしていくのかというのをどう今から提言をされていくかというのを教えてください。はい、あのじゃあ後半の方からあ 私自身も原子力を推進してきた立場のものとしてですね原子力政策をこのまま推進していったらいいのかどうかっていうのは大いに今迷ってるところです先ほど冒頭申し上げましたようにきちんとした検証を踏まえて、えー、政治家として判断していかねばならないなっていうことは頭ではわかりますただ体はですね 体はもういらないっていう立場ですね。ですから今今の時点で私の原子力に対する立場というのを明確にせよと言われても、まあまあ振り子の状態ですので、もっと冷静になって進めてあの態度を決めていきたいなというふうに思います。体はもうもういらない。その立地交付金を本当にいただいて。 豊かなまちづくりに使わせていただきました原発立地をしていない地域と比べて財政的にも豊かだし福祉も十分にやることができて原子力との共生共存という形はこれは本当にうまくいってきましたでもこの結果 最悪町がなくなくりますもう地球上から町がなくなってしまうんです。このことと比べて、町がなくなるリスクも含めて、原発立地が果たして今後続けていくべきかどうなのか、これは町がなくなるという、この危険は避けていかねばならない。もっと 身の丈に応じた、これはある首長さんの言葉です、緩やかな地域振興、身の丈に応じた緩やかな地域振興という言葉を使った首長さんおります、原発はいらないっていう、そういうことから出た言葉だと思います。私も体はそちらの方ですいかがですかしょうか 特別参事会員の飯倉と申しますけれども、あの2つちょっと教えてほしいんですけど、あの他の方からもちょっとあのよく言われるんですけどあの、民主党の方でもですね、今の,その民主党政府に対して、いろんな陳情をするときに、どこに行ったらいいかよくわからないと。それで ちょっと非常にどういう形で意思決定が進んでいくのかわからないというのをよく聞くんですけれどもこれはあのその野党の,あの,その立場からご覧になっていてですねそのでもその自分が動かなくても地元の,その市町村とか県の人がその民主党の近くにきちんと行けばですねきちんとした対応していただければ。 それは非常にいいことだと思うんですけど、そこのところの,その意思決定システムというのが、先ほどあの、災害対策大臣もいないということで、あの混乱があるんだというお話がありましたけれども、これはあの自民党にいらっしゃった関係で見ると、どんなふうに今、意思決定システムというのが、民主党で行われているんだなというふうにご覧になっていらっしゃるのかなというのが第1点であります。それからもう一つですねあの の街づくりをやるということで私もあの出身が宮城県で昨日やっぱりあの宮城県の人と話をしてたんですけれどもよくよく考えてみるとあの東京の場合には関東大震災の時にすでにちづくりの一つのプランみたいなのが昔あったとそれから戦災復興事業も一応こういう形にしましょうというプランづくりをです、ね、やっていて、まあ、今でもあの東京の場合には 震災がが来た時には影のプランが結構作られてるわけですねそういう意味でその地方の場合にですねその今その都市計画とかそういうものについてまあ地方に全部降りてるんですけどその中央市道でなくてそういうプランをですねこういう時期にこうやっていけるものがどうかっていうでも少なくともその避難地域で半年とか1年いるんであればですね皆さんでそこで議論してですね こういうまちづくりをもすべてなくなっているようなところについてはですねやるというのを考えられた方がいいんじゃないのかなという,ふうに思うんですけどそのあたりはどんな感じで進めていこうとされているんでしょうか、はい、あの民主党のどこが窓口で意思決定がされているのかというのはもう私も野党で自民党ですので、えー、よく分かりませんけど質問を通じて、えー 通じた中ででの印象はですね本当に役所ごと役所の他の仕事は副大臣といえども東副大臣の私に対する答弁私の所感ではありませんって言ったんですからね役人には聞かなかったんですその所感があるから政治家なんだから政治家としてこの点にはどう思うんだって聞いたら私の所感ではありません感想に伝えますっていうのが 東副大臣防災担当災害担当副大臣の答弁でした伝えますですですからある意味でもうあれだけの官僚組織が今全く壊れてしまったんだなこう思いますあるある省のあるまあそれなりの立場の方ですけど昔なら 命令か事務次官か命令かこういうときにはきちんとした対応のできるのが官僚機構なんだ、今はずたずただ、何もできないという言葉もおっしゃってましたけど、その民主党の意思決定がどうなっているのかというのは、私は印象としてばらばら、誰がリーダーで、官総理なのか、戦国んなのか。 現場大臣なのか,分かりませんあと、まちづくり、復興計画ですけど、先ほど、復興基本法というのを我が党がきょう、骨子を宮沢座長の下で示されました、そこではやっぱり単なる、元にあったものを復活するだけではなくて、もっと未来に向けた町にしていこう。 というそういう高媒な縁大なあ,ある意味で都市計画を考えているそれがどういう形で、えー、実現されていくかはこれからですけど基本法の中ではそういうことをきちんと歌っていくそしてエネルギーもエコタウンにしていくうそんなあ新しい未来型の街づくりができるのかなと思います先ほど私のメールにメールが入りました 私が本当に子どもの頃から慣れ親、死んでいたいわき市岩間地区というところがあります堤防が全部30メートルも流されてしまいましたここに約11名の方がお亡くなりになりました数百人の住民がおります昨日地域の 岩間の地域の方々が集まって会議を開いたそうです「もう住みたくない」「もう住みたくない」これが全員の声だったっていうそういうメールが届きましたですから海岸のところにはもう住みたくないだから全員高台のところに移住してそしてそこに 新しい町を作っていきたいというのがあの今の被災に遭われた方々の正直な気持ちなのかなこう思いますそういう時にあの地域住民が皆様方が主役で町づくりの主役だからあ,のあなた方が好きなような町作りなさいって言ってもこれはできない相談なんです地方文献と言ってもできない相談なんですですから 方向性はきちんと国で示して、でそしてこういう方向で町を作っていくよ、この案を示してやらないと、お地域の方々は白紙にされても、お今あった昔のイメージの町を作るだけに終わってしまうのかな、こんなことも今考えています。ですからあの地域の方々に全てを任せというと 今の姿になっちゃうんですそこはやっぱどうしても私は避けていかねばならない、新しい街をつくっていかねばならない、ここに私たちの国の役割があるのかな、こんな思いでおりますあの今の前半の質問との関連なんですが、先ほど、被災現場の立場では、連立が望ましいと、連立あってほしいというようなお話がありましたが、これ、お考えになっていることがおそらく、 政策に反映されないというもどかしさのあられだと思うんですけれども、あのそれでは先ほどおっしゃったような復興基本法案みたいなものをです、ね、これから与野党協議の場なのか、植え上げて与野党協議の場なのか、役所へ陳情に行くだけなのか、政治家としてどう行動されますか一応、これは議員立法で、えー、あのやろうとしておりますので、えー、最終的には与野党協議の場で、えー、合意を得て、 基本法ですから、細かいところは、あの、まあ、ある意味で基本法理念法ですから。与野党協議の場で、えー、作っていきたいというふうに考えています。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。<laughs> どうも、ご意見をいただい、あの、聞かせていただいて、本当にありがとうございます。これからも、一生懸命。 のために全力を尽くしていきたいと思っておりますご支援のほどよろしくお願いします